今日は2安打2ホーマー山崎選手です。まずはナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは2回の先制ホームランについて伺いたいんですが、第1打席から一発出ましたね。そうですね、なんとか1打席目打ちたいななんて自分でバッターボックス入ったんですけど、まあ、いいバッティングできてよかったですね、はい、打った感触いかがでした？いや、もう打った瞬間ホームランと思いましたね、はい、6回の打席2本目なんですが、これもそのホームランが頭にあっての一発だったんでしょうか？そうですね、まあ、1、2球まっすぐ振り遅れたんですけども、まあ、2ストライク追い込まれてましたんで、また速い球来るかなと思いつつ、たら甘いチェンジアップが来てくれたので、まあ、真っ直ぐ投げてたら打てなかったんでしょうけど、まあ、真ん中のチェンジアップだったんでね、甘い球捉えて、まあ、よかったと思いますけど、はい、今日は大きなホームラン2発出たんですが、チームも昨日今シーズン初のサヨナラ勝ちもありましたし、いい雰囲気でこのヤフードームに乗り込んだんじゃないですか？そうですね、ちょっと調子悪い時期が続きましたので、チームが、まあ、そういう中で、まあ山あり谷ありで、まあ、いい方向に向かって昨日が、ね、いい試合できたんで、また今日頑張ろうというふうにチームで言ってたところ、こういう厳しいゲームを、ね、勝ってまして、最後田中まで出して勝ちましたので、まあ、雰囲気はいいんじゃないでしょうかね、はい、引き分け挟んでですが、今日のこの3連勝というのは大きな勝ちになりましたね。そうですね、まあ、オールスターまであと2試合なんで、まあ、そういう中ではまあ、5割までは到達できませんけども、少しでも借金減らしてですね、後半の弾みをつけるためにもね、この最後の前半戦最後の3連戦は、勝ち越したいなと思いますけどね、はい、じゃあ明日明後日大事なゲームになりますね。そうですね、せっかく初戦取りましたんで、なんとか3連勝できるようにね、また明日頑張りたいと思います、はい、じゃあ明日もまた2発ホームラン期待します。まあ、頑張ります、はい、ありがとうございました、はい、今日のヒーローは山崎選手でした。